カチカチマーク4902780019448。ようまえら、俺様だ。お前らはね、チロルチョコって好きですか？はい、これはね、チロルチョコが30個入ったね、バラエティパックです。バラエティパックのね、この周りが地バニャン色で、バラエティパックの文字がね、ウィスパー色、もしくはコマさん色で書いてありますね。もともとはね、このバラエティパックって27個入りだったらしいんですよ。3個増量で30個入りですね。はい、この周りが地バニャン色で、文字がおしっこ色で書いてありますか。こっちは逆に周りがおしっこ色で、文字が地バニャン色ですね。で、バラエティパックってね、俺様いろんなとこをずっと探してたんですよ。で、なかなかね、見つからなくてね、お通夜の町岡でやっと見つけました。その辺のね、イオンとか洋華堂には売ってませんでしたね。はい。結構でも有名ですよね、チロルチョコのバラエティパック。でね、昔ね、ちょっと話長くなるけど、俺様、ドラえもんのね、ドラビアンナイトって映画のね、ビデオがうちにあって、まあそれ、普通に番組を録画したものですね。で、それよく見てたんですけど、その中でね、バラエティパックの CM がね、出てきたんですよ。まあ、あえて多分、俺様が生まれる前に録画されたものだと思うんでね、1987年ぐらいかな、多分。で、その CM がね、パチンコ屋でパックをしているおばさんがいっぱい並んで、パチンパラパラバラエティパック、パチンパラパラチロルチョコ、今日もパチンパラダイスってなんか歌ってる変な CM でしたね。はい、まあ、そのバラエティパックです。ちなみにね、そのドラビアンナイトのね、映画のね、ストーリーはどんな話かっていうと、のび太のね、大事にしてる絵本の中の世界にドラえもんの道具で入って、最初遊んでたんだけど、こう、静かばばあがね、その絵本の中に入ってる間に、ずっとまあ、のび太がその絵本を部屋に散らかしっぱなしにしてたということで、ママがね、その絵本をボーボー燃やしてしまうんですよ。それでね、それは大便だじゃなくて大変だってことになって、なんか、ちょっと詳しくは忘れたけど、ドラえもんのね、道具を使って、静かばばあを助けに行くって話ですね。なんでね、のび太のね、ママ、メガネばばあはね、ろくなことをしないんですね。まあでも、絵本をボーボー燃やしたのが面白いからいいと思いますね。はい。ということでね、今日はこのジバニャン色のバラエティパックを食べます。あ、でもこれね、食べるやつはね、1個ずつね、食べていきたい。動画1本につき、1種類ずつ食べていきたいから、この動画はね、このカチカチマークスマートということで、これで終わりにしたいと思います。じゃあ次回から1個ずつ食べていきたいと思います。はい、それではさよなら。ボーボー。カチカチマーク4902780019448。